マリンさん、テトリスとはどういうゲームだと思いますか？あー、マリンは、あのテトリスはあの地元では一番強かったんですよ。なめなでしさん、なめなでしさん、まあ、ゆくちゃんにも勝てそうですね、なんとなく。なんかラジコンがなんか言いたそうだけど、あれどうしたラジコン、すいませんです。なんか言ってますね。こいつなんか言ってますけど、そうですか、なんかそんだけ私にも勝てるみたいな意見がおりますけれども、まあ、でもまあ、でもブランクっていうものがあるんで、やっぱりちょっとやっぱり教えてもらわないと困るかなっていうふうにちょっと思ってるかな。そうですね、うん、じゃあマリンはテトリスはやったことはあると思うんですけど、テトリス99はどれくらいやったことがありますか？あー、もうマリンはね、毎日やってますね。毎日やってるんですね、マリンさん。やっぱりね、テトリスは、脳トレにもいいって聞いてるので。あー、そうですね、うんうんうん、いや、そうなんですよ、毎日やってます、うん、そうですね、マルチタスクとかが身につくようなゲームですんで、こちら。あ、そうですね、すごい首振ってますけど、うん、ラジコンが。どうしたラジコン、なんか言ってみろ。ぶち殺すぞ。スイちゃん、ホロライブ1ペコペコ言ってるって。1ペコペコ、ペコーラよりもうるせえってことペコじゃないの、そのペコペコって。ペコーラより言ってるってことだねってこと。いや、確かにさっきもさ、配信始まる前にも言ってたとこだよね、スイちゃんね、なんかペコペコ、なんかペコ、そう、なんかペコだといると言っちゃうんだよね。そう、どうしても出ちゃうの、もうペコが口から、もうペコちゃんより言ってんじゃん。ペコペコね、確かに。ペコちゃん最近ペコペコ言わないんでしょ？そう、ちょっと最近ちょっと頻度減ってる気がする。頻度減ってないでしょ。やばいペコだよな。え、本家より言っちゃってるペコよ。アイデンティティ失わないでペコ。うん。あの、サムネ作るからさ、立ち絵ちょうだいってスイちゃんが言ってたじゃん。言ってたペコ。うん。で、ペコラちゃんがいろんな種類のやつ3枚ぐらい送ってたのね。うん。うん。で、トア思ったんだけど、今までトアがペコラちゃんにサムネの立ち絵ちょうだいって言ったら、うん、同じ笑顔の一つのやつしか送ってくれなくて。違う、なんでこんないいの持ってんの。違う、ペコリさん、違う、ペコリトワ様、成長したの、ウサダペコリ自分を可愛く取り出して、ハロー、どういう扱いされてる、ね、じっとしててくださいと言われてじっとしてなかったから、じっとしててくださいって怒られました。この回答はこの方です。星町水星ちゃんです。はい、いです。ちょ、特に深い何かもないです、そのままです。はい。なんかあの犬いとこちゃんのソロライブに、うん、あのゲストで呼んでもらった時に、とこちゃんが動かなすぎて、とこちゃんがせいで、すいちゃんがどうみたいな感じ。せいとどうだった記憶がありますね、死ぬほど動くじゃんって言われました。あ、じゃあ今も動いてるの？今も、え、動いてますよ。もう身振り手振り見えないけど、私めっちゃ身振り手振りしてる。そうなんだ。この番組はホロライブ所属星町水星と二次三次所属犬いとこが二人の夢を叶えるきっかけになるといいなと思い、さまざまなことに挑戦していくバラエティ番組です。今日も、せーの犬いと、どうの星町水星で。うわ、え、見てたの？いや、マシュマロにね、チクリが来てましたね。おい、知ってるな、誰だ。スイちゃんが言ってましたよ、つって。え、お二人は最近何かやらかしたことってありますか？やらかした、やらかしたこと、そんなにはないかな。あるかな。まあ、カードが止まったことくらいかな。私の目の前で。そうそうそう。すみませんこちら。そう。そうなんで、ご飯食べ行ったんですか。ご飯食べ行って、あの、そう、うん、私がね、現金持ってて、そうそうそう、スイちゃんがそういう時現金派じゃなかったから、そう、現金も持ってくんの忘れて、カードしかねえやってなったから、まとめて払うわみたいな、私が払うわっつったら、すいませんこちら使えないみたいで、あ、じゃあこっちの楽天の方ですちょっと変えてもらいましたね、カード。